思ったことあってさ、いつもレッスン来たらさ、遠くからすごい遠くから来てる人でもさ、ボールの位置1センチずらすだけで終わるじゃん。せっかく遠くから来てるのに。それいやもう練習場の隣の人でもアメリカからでもちゃんとそれはボールの位置はちゃんと言います。アメリカから来ても1センチしか動かさないの。場合ありますよ。場合あるんだ。でそれでさ、いい球打てるようになるでしょ。その、まあ、理由というか、それちょっと言っていい、平井博明のワンナップゴルフ。悪いスイングを、いやこの人のスイングダメだなってあんまないからね。ないんだ。ない。あ、そのクラブ使ってるからそのスイングになりましたよねっていう方は9割5分ぐらい。結局あれでしょ、硬いの使ってるからしなりを感じないからって話でしょ。まさにそうでしょ。そう、しならせようとしてる。しならないから、しならせて飛ばそうとするから、自分のスピード超えるでしょ、だから当たんない。であれでしょ、クラブじゃなくて自分がしなっちゃうんでしょ。そう、クラブは全然しなってないから、自分がもうこうやってしなるからだからそうなっちゃうんだよね。そう、だからシャフトしなんないじゃない、だから結果飛ばないじゃん、もうベランベランに柔らかいシャフトだったら、自分ってしなんない。軸しっかりしょ、こうやってやる人ほとんどなの。あ、そうやんないと逆にクラブがしなんないからね。そうそう、そういうことか。で例えば素振りで絶対にしならない棒があるとするじゃん、みんなしならせようとしないからね。え、そうなの。そうだよ。どんだけ硬いシャフトでも素振りしてくださいって言ったらこうやって振るの。ボール打ってくださいって言うでしょ。こうやってやるから。なんで。でもそれはやっぱ欲だからね。あ、そうなんだ。そう、自分の飛ばしたい距離があるから。へえ。だって変な話、超大げさに言うけど、ドライバーで100ヤードってさ、そんなことはなんない。あー、そっか。なんないなんない。そうだね、飛ばさなくていいんだもん。そうか。そう、女性だってドライバー80ヤードでいいよってさ、そんなことしないから。そっか、飛ばしたいからそうなっちゃうんだ。そりゃそうですよ。だから飛ばすイコールシャフトのしなりまでは知ってんのよ、みんな。あ、感じてんだ。感じてんだ。だってしならせようとするからね。あ、そしたら飛ぶのは分かってんだね。そうだったら柔らかいの最初。そう。違う違う、そうだからね、そのアメリカから来てもボールの位置直すだけだから、だし、でそれだったんでしょ。プラスシャフトがしなれば、もっと当たるわけでしょ、でミスも出ないわけじゃん、で俺それをこう総合するとね、ボールの位置直して、合うクラブを持ってきたら、なんかそれだけで打てんじゃないかなと思ったの。いや、打てるようになる人は相当いるよ。そうでしょ。いる。だからレッスンいらないなと思って。そういう動画 YouTube で1本だけやったら大丈夫。いや本当そうよ。でもあのそのクラブだからそのボールの位置になってそのスイングになりましたよねっていう人ほとんど9割ぐらいだから。だってクラブ合ってる人ほとんどいないでしょ。ほとんどさ、失礼か。あんまり、まあ多くはないよね。この人合ってるなっていうクラブ。そうだよね。だから合ってるクラブ使って、まあ、だからシャフトか、合ってるシャフト使って、ボールの位置がその人に合うところだったら、なんかほとんど解決するんじゃねえかなと思った。解決するね。解決することが多い。そうだよね。そうだって本当にドライバーが、30度のロフト、7番アイアンぐらいのロフトだったら上げに行く人っていないのよ。そうなの、上がるもんね。そう、でも立ったの使いたいでしょ。あ、理由は分かんないけど、だって立ったの使って上げに行ってんだったら、そうだよねってなっちゃう。そっか、元々上がるやつだったら上げに行かないんだもんね。そうで、ボールどんどん左行く、置くでしょ。あ、上げたいから、上げたいから。で、いやいやロフトじゃんって。あ、そっかそっかそっか。ロフトがだってこんなドライバーだったらそんなことやんないんだから。そうだね、逆に上がりすぎちゃうから。そう、強い球打とうとする。そうだね、下に。そうだね、そういうことか。そう、いやそうなの。だからそのボールの位置とクラブだけで世の中の悩みほとんど解決するなと思って。いや、すること多いと思うよ。じゃあここで問題です。はい、じゃじゃん。習いに行って、その人に合うボールの位置と、そのクラブをじゃ教えてくれる先生が世の中にたくさんいるんでしょうか。これは難しい問題なんですけど、
パッて答えが出せない理由をまず言っていい、うんうん、要は教える理論が違うから、うん、ボールの位置とあれが変わる、うん、クラブか、そう、そっかそっか、そうだから自分の中ではそう思ってるんだけど、平井は基本にすごく近いことを、うん、まあ右手左手は置いといて、うん、言ってるつもりなのね、うん、だから基本に近いボールの位置に置きたいのと、うん、プラスその方のスイングを見たちょうど間を見極めてボールをずらしてるのね、はい、でも、うん、例えば変な話左手リードで体重移動してっていう人のボールの位置は違うと思う、うんうん、そうだね、そう、あ、そうだ、そう、でもそれで当たんないんでしょって、うん、あ、そっか、教える理論によっても変わってきちゃうんだ、うん、変わる変わる変わる、やる理論っていうか、そう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 、それです、使うクラブも変わってくる？もちろんもちろんもちろん、うわー、そうなんだ、こういう理論で柔らかいシャフトは使えないから、そうか、そう、わ、これやばい、やばい動画になった今ので、一気にサロンに変えますいやでもこういう組み合わせ系はやばいよね、やばい、無限なんだから、そう、そうってことは結局やっぱ来てそうなの、そうなの、余計に来ないとダメなことになっちゃった、そうなの、年内ごめんなさいいや、そういうことよね、そうよ、まさにそうよ、だから逆を言えば来たら一発よ、そうだね、そう、当たる当たらない別として、うん、その方のベストポジションは言える、そうだね、うん、でもあれだね、その話の中でじゃあどんな球が打ちたいのとか、うん、何をやりたいのとか、うん、そういうの聞いた上で、うん、でその方が今どう振ってんのかとかどこに置いてんのかとか、うん、全部をじゃあ総合して考えた上で、うん、1センチだけ直して帰らせるんだね、うんうん、言い方いや本当そうよ、そういうことだよね、そうよ、それがなかったら、うん、ないわけだ、何ない、はあ、なるほどね、うん、うわこれは深い、そう本当まさに登録の今言ったことだけ、やばいわ、やばい、あとは、うん、その方が違和感に勝つかどうかな、うん、違和感に負けてたら上達はしない、うん、だってまた戻るから、あっていうのがそのようにその自分の当たる位置に、うん、ボールを置いたことが違和感ってこと、そう自分の位置なのに、登録前もらっていい、例えば、うん、じゃあレッスン来る前は、うん、こうでした、うん、これが今なんとなく当たってます、うん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 、で平井はそれは良くないですよって言って、うんうん、基本のスイングをしたいんだったら、うん、手の位置とボールの位置ここにしてくださいねって、うん、これじゃあもちろんこんだけずれして当たんなくなるじゃない、うん、そこで違和感に勝てるかどうか、これを何発続けられるか、直しちゃうとその変わっちゃうから、そう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 、変な感じするんだね、そう、でどんぐらい続ければいい、この前なんかずっとやれって言ってたけど、うん、基本はっていう言い方もあれだけど、最低条件はこれでやってきた球数を上回んなきゃダメ、うん、だからこれで3年やったら3年1ヶ月やらないとダメ、勝てないんだ、勝てない、違和感が勝っちゃう、でも違和感が勝ってるってことは素晴らしいこと、うん、変わってる証拠だから、大変よ、そうだね、意地悪の意味じゃなくて大変、うんうんうん、本当に変わるって、うんうんうん、今までが大変なんだから、あ、やってきたことが、それを変えなきゃいけない、そう変えなきゃいけない、で一生懸命それで当てよう当てよう、ナイスボールを打とうと思って真剣にやってきたんだったら余計大変だから、そうだよね、うん、そうそうそう、でそれはいいこと、逆を言えば、あ、そう、そこまでちゃんとやろうとしてたんだから、うん、違和感があっていい、だからこれまた、ね、レッスンの宣伝みたいになっちゃうけど、だから定期的に来た方がいいの、そう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 、元に戻っちゃうから、そう、オンラインサロンの方だったら、まあ、動画送っていただけたりはできるんだけど、うんうん、サロン入られてない方とか普通にレッスン来られてる方なんかは動画、うん、こう送れないじゃない、うん、そういう場合はやっぱレッスンに来ていただく、いや思ったより深いネタだったいやもうボールの位置とクラブだけ合わせりゃいいと思ったそっか理論によるのか、そう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 、それこそ無限だね、無限だね、本当にその人のだってね、あの、うん、タイプもあるわけでしょ、うん、そう、それプラスね、さっき登録に言ったようにクラブもあるし、うんうん、打ちたい球もあるし、そう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 、だそこの3つが一致しないとナイスボール、自分の納得いくナイスボールっていうのはなかなか出る確率は高くならない、本質ではないでしょうか本質です。俺これ似たような話があって、うん、俺の話していい、いい、やって、やっていいやって俺結構髪の毛のセット、うん、スタイリングするの自分のやつがね、うん、うまいと思ってて、うん、それをねある人にちょっと上手いから今度教えてくれって言われたの、うん、だからねセットの仕方を、セットの仕方を、うんうん、
その時にあと何のワックスがいいのかとかいろいろ聞かれたんだけど、その時に言ったの、これは俺の髪質が自分で分かってて、うん、でそのカットしてくれるスタイリストの人がこういう風なスタイリングにしたいからそういう風に切ってくれてて、へえ、なるほどね、なるほどね、っていうのが前提としてあるから、うん、俺は自分でやりたいようにそうやってできるから、ほう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 、それをじゃあ同じようにあなたのやつをやろうとしても髪質も違うし、うん、そういうカットもされてないから、うんうんうん、俺が使ってるそのワックスとかジェルが合うかっていうのは全然別だし、うん、だから人にはできないって言ったの、うん、っていうことを髪切ってもらってる時にその担当の美容師さんに言ったのって答えたんですって言ったら、うんうんうん、もう的いすぎてて何も言えないっすねって言ってた。グーの音、グーの音も出ないっす。似てるね、今のさっきのとゴルフのと。そう、そういうことよね。そういうこと。その人による、うん、その人の打ちたい球、使ってるクラブ、うん、の体のタイプ、うん、あとはね、どんな理論をやりたいかとか、そう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 、全てを知って、うん、どこに置いてどういうクラブ使ったらいいかっていうのは決まってくるってこと、うん。そうそうそう、本当そう。いやー、3日ねえわ。3日ないよね。そう、映像では、映像で描く、動画では3日ないよ、うん、やっぱ本当に生で話さないと、そう、うん、でやっぱそう会話をして、うん、ちゃんと打ってる球を目の前で見ないと、うん、これやっぱ分かんないな、うん、それの方が確実に言えるからね、うん、そうだね、うん、何でもそうなんだね、何でもそうじゃないかな。そういうことよね、うん、トール君のねワックス超いい匂いするんですよ。本当にね、めっちゃ匂いはね、あれはいいね、いい匂いはいい、最高。そう、でもあれ単体で使うとあのワックスね良くない。あ、そう、うん、同じメーカーのあれジェルと組み合わせるとすげえんだけど。あ、そう、俺ミックス派なのジェルワックス。いやもう最初広島行った時に初めて嗅いだんですけど、なんかいやらしいですね。そう、でもその時香水と勘違いしたんですよ、それぐらいいい匂いだった。そう、ちょ、動画じゃ伝わらないですよ、匂い、匂いって。匂いはね、そう、力感と匂いは伝わらないから。そうだね。そうだな、やっぱりただボールの位置ずらしてるだけじゃないな。まあ、あの、いや結果としてずらしてるだけなんだけど、うん、そのずらすまでの前提がすごいある、いろいろあるんだね。ある、ある。しかもその組み合わせがすごいあるから。そう、そうだね、うん、一概には言えないからね。それはね、本当申し訳ないけど経験だと思う。あ、言う側はそういう気持ち分かりますっていうことはやっぱ多いもん。そういう気持ちになりましたよねっていう。うん、そう、だから、うん、その方の悩みについて、うん、なんかこう詳しくお伝えさせてもらったりとかできるかなと思う、うん、俺も玉あげたかった人だからね。 T ゾイドとか、うん、T ゾイド、え、 T ゾイドって今言った方いると思うんですけど、T ゾイドとかチームダイワとか、そういうの9度とか使ってた。もうめちゃくちゃ辛いよロット、うん、もう T ゾイドなんて9度は9度だから。今の9度って言ったら10度近くあるんだけど、うん、あ、そうなんだ、うん、もうピンフラッグぐらいしか上がんなかったからね、中学校の時。でも草壁プロが水野だったから、うん、水野で作ってもらってフルセットで使ってたんだけど、うん、これ意味あんのかなと思ったもん、ドライバーの9度とか11度ぐらい欲しかったもん。だからそういうのとかってこうやってやっぱやりたくなる、上げたくなる。でもそれだとやっぱまともなスイングできない。だからその時はドライバー入れてたけど、うん、スプーンで全部ティーショット打ってたもん。へえ、うん、でもスプーン14度だったのね、うん、14度って言ったらまあ今だいたい主流が15度なんだけど、うん、14度って1度立ってるじゃない、うん、ヘアウェイウッドただでさえ難しい14度って、うん、本当ドライバーと同じぐらいの高さでドライバーと同じぐらい飛んでたもん。だからドライバーいらないと思って。それだけドライバーが合ってなかった。合ってなかった。そう、そこに答えがあって、うん、そうだから全然スプーンで良かったのね、うん、そういう物語もあります、そう、だからこうやりたくなるっていうのは分かるの。分かるんだ、うん、上げたい。あ、でロフトが立ってれば捕まらないから捕まえたいの。あ、そう、そんなの全部分かる、全部分かる。気持ちが、そうで、なんとなく左に置いてあれば捕まるし、うん、上がりそうな気になるのよ、うんうんうん、でもそこでそういう球を打ちたい時ってフェースが当たった後のインパクト後の状態で当たってるから絶対左に行くんだよね。あ、で左に置いてあるボールをまっすぐ浮かせようとしたらこうやって追っつけに行くから球は飛ばなくてスライスになるの。そこまでわかる、わかんない、うん、
ちゃんと全部そういう失敗をちゃんとしてきてんのね。そうです自分の中では波以上に経験してきてる、うん、そう、そういうのもそう、ちゃんと失敗してきてるのね。そう、わかる。それ大事ね、大事、ちゃんと失敗してきてるのは。そうだから、しっかりロフトがあってボールにスピン量が加わって、うん、で振り切れるシャフトの硬さと長さと重さじゃないと、うん、自分のいい球は出ないっていうこと、うん、アメリカから来ても、うん、ボール1センチだけしかずらさないレッスンもありますけどもちゃんと見た上でのことでございますので、ちゃんと見た1センチだ、ね、はい、そうです。あ、そんなのちょっとこっちずらして、そんなんじゃないんですそうだよ、ね、そうだから本当にクラブとボールポジションが合うと、全く初めましてのクラブを持たされた時にスペックも何にも書いてない時に悪いスイングする人っていないってことなの、うん、ほとんどいないから、まあ、そんなテストすらしたことないんだけど、うん、そのクラブだからそういうスイングになっちゃった方がほとんどだからね、うん、そうだから本当に絶対上がりますよ、絶対飛びますよ、絶対しなりますよっていうクラブで渡された時にどういうスイングをするか、うん、もうこれは確定でございますもう本当思うから。今回も平井なりにサロン級の動画を撮ってまいりました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。